はい、じゃあ青い春を今 100% でちょっとやっていくんですが、結構右手が忙しいと思います。で、少しこのぐらいのテンポになってくると、こう手の使い方なんですけど、やっぱ肘だけでこうね、ごめんなさい、肘だけというか腕をこう手首使わないで叩いてると結構限界がきます。はい、で少し楽に叩くのに、まあいろんな叩き方あるんですけど、気持ち親指を上にしてみる。でそうするとちょっとこう指をね使いやすくなるので、少しなんていうんですか、テコの原理じゃないですか、ここを支点にして指でこう押して叩くっていうのもできるといいかもしれないですね。今結構腕全体でこう叩いてるんですけど、まあこういう叩き方ももちろんあるんですが、少し指をね使えると少ない力で早く、そんな音も痛くないような感じで叩けます、ね。ちょっと慣れが必要かと思うんですけど、少しねこうクイックに叩く叩き方で、一番手っ取り早いのが親指を上にするっていうのがちょっとあるので、それも試してみてください。はい、以上です。